よう、サシャを殺したガキ。何の用？ファルコを助けたかったら協力しろ。壁内の侵入者が反応を示すようにな。動かないで。ガビも静かに。ピークさん！静かに。ガビ。君がエレン・イエーガーで会ってる。よね。エレン、ポケットから手を出して。従わなければどうなる？引き金を引く。それで？まだ撃たないのか。今引き金を引かないなら何しにここに来た？床に散らばった後じゃ。いや、わかる。あんたは撃たない。始祖の巨人を殺すことは許可されてない。ガビ、引き金から指を外して。命令は必ず始祖を奪還せよだ。この後に及んでも、あんたは一旦巨人になってから俺を生かしたまま食わなくちゃいけない。だろ？重大な軍規違反のツケを払うのは、あんただけじゃなくて、収容区の家族も一緒だ。はい、撃てません。手を撃たれる前に。でも撃てなかった理由は他にもある。あなたが始祖の力を使えたら、マーレを倒せるんじゃないかと思って。ピークさん、何を言って。ガビ、もうライフルを下ろして。賞賛もなしに、全世界を敵に回したわけじゃないんでしょ。でも賞賛って、始祖の力以外に何かある？何が望みだ？マーレ及び、世界から支配されているエルディア人の解放。今すぐ、私の家族を収容所から出してあげたい。私は何でも協力する。マーレを皆殺しにできるのなら、私は何だってやる。証明しろ。あんたがこっちに協力するってんなら、何か証拠を見せろ。この町に潜む仲間の位置を教える。どうやって？すぐに指をさせる。いいだろう。